はい、今回はね一泊だけこの4ポイント by シェラトン、空港の近くにねホテルを取って、明日はレンタカーで移動いたします。それではホテルの中に入っていきます。7階です。ここのホテルね、7階、最上階でした。一番上でしたね。そして、部屋番号が746ありました。そして、またもや変猫リンダ。ややこしいです。窓の外ね、こんな感じです。空港が見えます。はい、お部屋に着きました。それでは部屋に入っていきます。ないんだ、電気。電気がないんですね、メインの電気が。暗い。着いた。普通ならね、普通なら入ってこのスイッチを上げればね、電気がつくんですけどね。室内灯は、このようにちっちゃい電気だけでした。なんか暗い感じ、全部つけないとね、薄暗いです。ルームツアーってほどもないですけどね、すごい簡単な作り、洗面台、そしてトイレとシャワー、こんな感じで一つになっております。でも一応ね、浴槽あります。そしてシャンプー、コンディショナー、ボディシャワッシュはこんな感じになっておりますね。みんなやってるからやってみようかな。よっ、水も OK です。ということで、なんかすごい古ぼかしいロッカーがなんちゃってでね、なんちゃってで、ここで線が入ってんだけどね、持つとこもちゃんとロックついてんだけどね、どこ開けても1個で開くっていうね、古ぼかしい数十年前のロッカーです。これだけ違和感のあるようなロッカーですね。ということで、ルームツアー終わりです。
はい、初めてね、Uber Eats をオーダーしてみました。本当はね、ロサンゼルスに来たらね、吉野家を頼みたかったんですけど、吉野家が近辺にないのか、この時間やってないのか、よくわからないですけども、出てきませんでした。仕方ないんでね、コリアンフード、韓国料理ですね。メニュー見たら結構好きなのと、あとお値段がね、ちょっと安かったので、注文してみました。でね、受け取りはね、フロントデスクということで、あと30分ぐらいかな、来ると思います。これね、コリアンタウンの方から来たみたいですね。Uber Eats。ご飯はこれエクストラで1個頼みました。これユッケジャンですね。辛いの大好きなのでユッケジャンです。Uber Eats。これで、チップ込みで全部で55かな?ちょっと遅い時間に注文したんでチップ多めに払いました。まあ悪くないかな。55なら部屋で食べれるということで。いただきます。